はい、皆さん、桃流のパンパステルです。今回は、仮面の、つけた、ね、猫のオッドアイを描いてるんですけれども、シリーズで描いてるんです。で今回は、鼻とひげを入れてくださいってことで、鼻を入れるとここ仮面がきつい色だと喧嘩しちゃうんですね。喧嘩するというか鼻の存在感がなくなる、弱くなるというか。でそれでパンパステルの良い点を使って、ここの部分すでに4色の色を入れてあります。でこちら左向かって左見ていただくと、それに、ペインズグレイティント、グレーですね、での明るめのですね、それを入れてあります。でこちら見ていただくと柔らかくなっている感じで、鼻との調和が取れているのが分かると思います。ちょっと試しにこっちも入れてみますね。こんな感じになってきます。動いちゃいますけど、であとはこう仕上げていくだけですけども、で、タンパ質のいい点ははみ出したところは取れるという、まあ、あとはこんな感じで仕上げていきます。以上です。